ジャーマンフットボールリーグはドイツにおけるアメリカンフットボールの国内リーグである。1979年に発足した北米以外では最も歴史のあるリーグである。しかしリーグ自体はアマチュアである。ルールなどは NCWA のものをベースにしている。1999年にアメリカンフットボールブンデスリーガから解消した。 16チームを8チームずつ南北カンファレンスに分け、各カンファレンス上位4チームがプレーオフに進み、勝ち抜いた2チームでジャーマンボールと呼ばれる決勝戦で選手権を争う。ドイツはヨーロッパにおけるアメフト大国として知られ、フットボールといえばアメフトを指すことが多い。サッカーのとこはフースバルと呼ばれる。ベルリン・ニューヨーカー・アーケルン・ドレスデン・キール・ポツダム・アルゴイ。 フランクフルト・マールブルク・ミュンゲン・ラーベンスブルク・ザーラント、シュベビッシュ・ハル・シュトゥットガルト GFL 各チームの、ホームタウン 00GFL 北00、GFL 南。ありがとうございます。